ただいま。やっていきましょう。流行り紙ですね。やっていこう。さあ、データベース読みやっていきましょう。今回多いですね。オカルト。もともとはラテン語のオカルト違うかが語源であり、隠されたあるいは秘められたという形容詞であった。そこから転じて科学的には説明できないような隠れた力、神秘的な力を表すに至った。現在では主に心霊現象や超自然的な事柄を表す言葉として用いられている。どっちかっつうと心霊現象の方のイメージが強いけどな。超自然的現象ってなんだよって気はする。怪人デカおじさん、これも解放されんのかよデカおじさんって何？巨大な体格と恐ろしい形相で街中に出没しては、日頃の行いが悪い子供を一括すると言われているかどうかは定かではない。なんだそれなんだそれあー、なんか子供を怒るおじさんねそういうこと。実際には警察支援編纂室に勤務する小暮総一郎巡査27歳を見た子供たちがつけた名前であるそんなんの解放されんのこれ。そんなんでいいのか。一説ではアイドル好きとされているそうだね。一説っていうかなんていうか。これで一個かよ。早えな。あれ案外早く終わるか。あ、来た。逆光催眠ね。催眠術により、過去の時点まで意識を遡らせるような暗示をかけることによって、記憶を呼び起こしたり、その時の体験した出来事を再体験させることを逆光催眠という。逆光催眠をかけるには対象を深度催眠下に置かなければならないとされており、催眠術の中でも難易度の高いものとされている。あ、そうなんだ。さすがタクトファントムさすがだな。ルークに逆光催眠っていうかあれだけどってファントムにだってはなんか催眠の中になんか封印を施してたからよくわかんないけどね。人の中にそういう封印を施せんの。1967年、アメリカにおいて宇宙人に誘拐されたと主張する女性を逆光催眠にかけたところ、それまで失われていた宇宙船の中での記憶を克明に思い出したという出来事があった。彼女の記憶によれば、宇宙船に連れ込まれた後、生体検査をされ、その後宇宙人の星へと連れて行かれ、そこで見たこともない建物や生物を見たというので。宇宙人も爪甘いな。かけら残っとんや。爪甘いな。また、逆光催眠によって記憶を遡らせることで、生まれる前、つまり前世の記憶も呼び出すことができると言われている。あるアメリカの女性は逆光催眠によって前世の記憶を呼び覚ました。彼女の前世は19世紀のアイルランド人女性で、その当時の生活や街の様子を克明に語っただけでなく、その言葉までもがアイルランド訛りになっていたのだという。ああ、そっか。そういうのまで来るとちょっと現実味が強いな。俺の前世どうなんだろうやっぱ気になるな。クオンの傷さんときも言ったけど、気になるね、自分の前世ってあるなら。しかしながら、催眠下における記憶は幻覚や多重人格の現れであるという意見も存在する。ただし、視覚から得た情報は自分では覚えていない、あるいは見ていないと思ったものでも自覚していないだけで、実際には脳に記憶として保存されているとも考えられており、逆光催眠が過去を克明に再現している可能性があることは現在のところ否定はできない。まあ、前世まで行っちゃうとちょっとなんか超自然的オカルトになるのかなっていうところなのかな。ただ過去に実際に見ただろうっていう出来事を復活させるっていう意味では否定できない内容ってことか。どうなんだろうね、このアイルランド訛りとかって多重人格が現れたとしてできるもんなのかな。多重人格でなんで別の人格は別の言語を喋れるの？勉強もしてないの？どうなんだろう、勉強してたのかな。どっかで勉強してて覚えられなかっただけで
それが別人格はちゃんと取り出せるみたいな記憶として、そういうことなのかな。この場合科学的に分析すると多重人格の別人格が別の特技持ってたり、まあ、特技はまだいいけど言語とか知識とかは無理な気がするけどな。ないとこから生み出すのはどっかで得てるってことなのかな。難しいねそこら辺。捜査一課、うん、正確には刑事部捜査第一課という、そもそも捜査一課というのは警視庁の中の刑事部に属しており、他に2課、3課、4課が存在している。うん、これは言ったね。うん、なんかあれね、五等分の花嫁みたい。なんかそんな感じだな。1課は人命に関わる事件を担当する部署である。2課は知能犯罪に関する事件を扱う。頭いい系ね。知能犯罪とは、あれ、あれ2課の説明始まっちゃった。知能犯罪とは、選挙違反や贈収賄事件のほか、詐欺や横領など多岐にわたる。3課は、盗犯を担当する。空き巣や窃盗など人命に関わらない盗みの事件を追うのである。この追うって字合ってる？合ってんのかな。こうそういう意味の責任を追うって意味の。ちなみに紙幣偽造も3課の担当となる。そして4課は俗に言う丸棒、暴力団対策新法に伴って新設された暴力団対策課と一緒に暴力団による犯罪を取り締まる。あ、そうなんだ。暴力団対策課は別にあるんだ。で、丸棒って呼ばれてるのは第4課で、ってことか。おー、別なんだ。2つの部署が行ってるんだ。知らんかった。この4つある課の中で、捜査1課は最も大きい課である。まあ、そうだろうね。昔からあるものだろうからね。一番古くから。まず、強盗犯罪捜査係。ここは、殺人、傷害などの人の命に関わる捜査に携わる部署である。この強行犯係はさらに10の班に分かれている。捜査一課一係、この一係はいわゆる総務を取り仕切っており、実際の事件捜査には関わらない。捜査費用の分配などを行ってくれる部署である。事務的なところ。そして2課、ここは継続捜査を行う部署で、迷宮入りとなって一旦捜査が打ち切られた事件のその後を追うのがこの2課である。あ、そうなんだ。そっか、一旦打ち切られるとそっちに回されるんだ。へえ、そうなんだ。そういう意味ではまた別の視点から捜査が続けられるってことなんだね。1課で扱ったもん、1課つかあれか、別の課で扱ったもん。強行犯捜査3係から10係の8つの班は、8つ ?8 の班は、あ、ヤマタノオロチだから8つでいいんだ。あ、8って、あ、いや、そんなことでもいいや。殺人事件を捜査している。一般的に言われる捜査一課は、おそらくこの3係から10係であろう。合ってる。その他にも、強盗事件の捜査と、それ以外に傷害、暴行、強姦事件などを取り扱う強盗犯捜査係、放火などの火災に関する捜査に携わる火災犯捜査係、それ以外の犯罪、誘拐や籠城、恐喝、脅迫、ハイジャックなどの事件を捜査する特殊犯捜査係が存在している。専門家がいっぱいいますね。そういうことか。まあね、事件の性質もいろいろだからね。こういう中にあれができるのかな、だんだんサイバー犯罪、サイバー化みたいな。多分これが作られた、このゲームが作られた時代にはないだろうけど、サイバー犯罪専門みたいな、そういう課もできたりしてるのかな。課とか係、そういう感じかな。捜査本部、大きな犯罪事件が発生した際、捜査を組織的に円滑に行うために臨時として設置される部署。その事件が起きた区域の所轄署に設置され、その場所も所轄署内の会議室などが使われる。東京都内で発生した事件の場合、所轄署の刑事はもちろんのこと、捜査の指揮を取るべく警視庁からも刑事が派遣され、両者の協力のもと犯罪捜査に当たる。その間、警視庁からの刑事は本部が勤務先となり、直接捜査本部へと
通うことになる。おー、なるほどね。通う場所は変わるんだ。捜査には警視庁の刑事と所轄署の刑事が2人1組でペアとなり、捜査の指示は警視庁の刑事、地域の地理や情報に詳しい所轄署の刑事がそれをサポートする形になる。うん、なるほどね。まあだからちょっと圧力が生まれるところもあるのか、外から来て指示を出すっていうところで。なるほどね。手任せ。あまり考えずに口から出るのに任せて物を言うことから手任せ、つまりいい加減なことを言うことを言う。ちなみにデマは扇動、あるいは扇動政治を意味するドイツ語、へえ、デマゴギーの略で、根拠のない噂話のことを言い、デマかせとは違う意味である。なるほどね、デマね。なんか一個一個短いね。脳指紋か。脳指紋、人間の脳は過去に一度経験した、あるいは記憶した物事と同様のものを見聞きした時にある特定の電気信号、つまり脳波を発する。その脳波はその情報を認知してから 0.3 秒後、つまり300ミリ秒後に発生することから P300、 あるいはメモリーと呼ばれる。あって、この P300 を測定し、脳の中にその物質に関する情報をすでに有しているかどうかを確定する方法を脳指紋、ブレインフィン、フィンガープリ、プリ、プ、プリンティングと呼ぶ。これを利用すれば犯罪の容疑者や目撃者にその事件に関するもの、あるいは映像を見せ、その際に P300 が発生しているか否かを測定することによって、その人物がその情報を知っているかどうかということが分かるのである。この技術はアメリカの科学者であるローレンス・ファーウェル博士によって研究され、現代では CIA や FBI の協力のもと実用まで秒読みの段階に入っているという。この時点で秒読み段階ってことはもう実用化されてんのかな。事実 CIA、FBI の両機関は冤罪などを防ぐための捜査の参考にするべく考えているという話もあり、今後裁判などの証拠として脳指紋が活用される日もそう遠くはないかもしれない。なるほどね。難しいね。なんかこう確率として確定なのかな、これ。人によってね、誤差があったりするんじゃないのかな。なんかそういうとこ考えちゃうけど、ね、大丈夫なのかな。角度高い情報なのか。ポリグラフ。体の各部、頭部、胸部、胴部、キャブなどに約20個の電極を取り付け、脳波、眼球運動、筋電図、呼吸曲線、電気皮膚反射、心電図、血圧などの情報を検査記録する装置。なんかあれね、今時なんかここら辺って多分見てる人のデータをなんとなく総合して判断してるような気がするけど、 AI とかでデータ総合判断されそうね、自動化されてそう。人は虚偽の証言、つまり嘘をつく際に精神的な動揺により身体的反応を示す。ポリグラフは被験者に対し事件などに関係ある質問をして回答させることにより、その時の呼吸、発汗、血圧、脈拍、皮膚電気反射 に現れた生理的変化を記録し、それを分析することによってその証言が真実であるか虚偽であるかを確かめるものとして1960年代に犯罪捜査に導入されるようになった。結構古いね。そんな昔からあるんだ。当初ポリグラフを導入した頃には証拠として成り立つとも考えられたが、しかしながら現在では特に被験者に対して行われる場合には賛否両論が存在し、被疑者に対して行われる場合にはその取り扱いにも慎重となっているようである。また近年では睡眠中に呼吸が止まる現象である無呼吸症候群の検査にもこのポリグラフが使用されている。おお、転用されてるんだ。なるほどね。まあ、この辺難しいとこだよね。嘘を嘘だと思ってない人だったらここら辺って多分反応出ないでしょ。いわゆるサイコパス的なそういう人だと
それ普通じゃねっていう反応を示す人だと一切出ないんだろうからな。普通の人に対して有効なだけであって、極度になんか偏った人には通用しないものだろうしな。難しいよねこれ。なるほどね。はい、半分ぐらい集まってきたね。なるほどね。2話目で半分か。そうなると4話か5話ぐらいなのかな。そんなもんかな。まあだんだん出る数少なくなってるから6話7話ぐらいあるから、まあいいや。はい、ありがとうございました。ありがとうねー。